新橋のアトムホールっていうところで夜の7時ぐらいからやりますんで、よかったら皆さん来てください。その視聴セットをちょっとやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。俺には16から付き合っていた彼女がいた。5年付き合っていたが、俺はいつでも男の友達を優先し、彼女をほったらかしにしては喧嘩に明け暮れる高校時代だった。放っとけばいつから諦めるだろうと思っていたが、俺が苦しい時も悲しい時もいつも彼女のそばにいた。たくさんの役だから、スカートと苦労を悪の道から救ってくれたのも彼女だった。この子を幸せにしたい。たった一つの思いが俺の人生を変えたのだ。俺は彼女と結婚するため、悪い仲間とは一切縁を切った。電気関係の会社に就職し、朝から晩まで働いた。結婚を両方の親に相談すると、お互い若いので、1年一緒に住んでから決めろと言われた。東京の大森にある6畳一間のアパートで、20歳の俺と18歳の彼女の同棲生活が始まった。結婚資金を貯めようと、2人で一生懸命活躍した。俺が化粧品や服を買えようと言っても、彼女は何も買わず、貧しい生活に耐えていた。月に1日だけ、給料日に外食した。仮同額でフルコースを食べたとき、彼女は、本当にいいの？こんなことしていいの？と聞いたので、まるで犯罪でも犯すみたいだな、と言うと、二人で笑い出した。笑いすぎて、感情が泣いてると思ったら、真面目な顔で膝を正し、頭を下げた。女の子、私と結婚するため、姉ちゃんの人生をかけてくれて、ありがとう。俺まで涙をこらえるのが大変だった。彼女と暮らした1年は爽やかで心がってる生活だろうが、俺にとってはどんな宝石よりも大切な時間だった。あっという間に1年が経ち、ついに俺たちは結婚式の相談を両方の親と相談する日にちを決めた。そのわずか1週間前、俺の人生を、2人の幸せを焼き付けてしまう事故が起こった。1987年7月23日、東京の銀座で俺は高圧ケーブルの測定を行っていた。宮殿工事なので安全の作業をなさった。なぜか上司が高圧ケーブルの電源を入れてしまい、反対側にいた俺の目の前で6600ボルトがスパーした。左側にあった俺は5メートルも飛んでた。救命センターに助けてた彼女は俺の状態を聞いて気を失ってしまった。俺は意識が戻り、毎日通ってくれる彼女に早く治して退院するからなと。手が治れば顔の傷跡はいいよなと、彼女はその顔を無理やり笑顔に変えて言った。せいちゃんはもうそんなにいい顔じゃないから大丈夫。やけどは時間が経つとだんだん良くなる。傷が乾くと顔は縮み、関節が固まる。顎は胸とくっつき、指、手首、肩が回ったまま動かない。自分のことが何もできない。横を向くにも人の手を借りないと。食事、排泄さえも自分でできない。18歳の彼女に体を拭いてもらい、排泄も手伝ってもらっていた。俺はただの芋虫のように包帯でぐるぐる回りされ天井を情け、これじゃただの肉の塊じゃん。一度
生夫婦に俺の面倒を見させるのか。俺は何日も寝ないのか。一つの答えを出した。お前はもう見舞いに来るな。いつものように俺の世話をしてくれるためにやってきた彼女は何かの聞き間違いかと思って。え、レンちゃん今何て言ったの。だから親切の中流はもうこりごりなんだよ。お前の顔を見るとムカつきたらもう見舞いに来るなって言ったんだよ。翌日彼女は何事もなかったように歩けない笑顔から何の用だ。お前はもう見舞いに来るなって言っただろ。彼女は遮るように一枚の髪を俺の目の前に引き出した。こう言っとるよ。彼女の髪だけは全部輸入されて朱色の一貫が残されていた。下手くそくせに一生懸命描いた字を見ると芋虫の体から涙が込み合う。こんな怪物みたいに焼き立てられた俺を一緒になろうというのか。一生何もできない俺も面倒を見ようっていう。こんな自分勝手でお前に辛い思いばっかり立ってる俺を愛してくれる。出ていけ、今すぐこの部屋から出ていけ。お前の顔を見るのが辛いんだ。彼女の来なくなった病室でヤンキーサンダルのようなコツコツと響く音を聞くと思わず廊下を見てしまった。薬を入れておく銃声の引き出しには彼女が置いていった婚姻届が半分生き入るまま眠っていた。数年後彼女が結婚して4人の子供のお母さんになったと聞いて安心した。ところが一人の子供が脳に障害を持っている。彼女は俺を見つけたからだと言ってた。もしあの時そんなに動くことができると分かっていたらあの婚姻届に気にしたかもしれない。誰よりもない。そして誰よりもない。俺は一人で誓ったことがある。彼女の思いを言い過ぎ、あんなに無理に償いをしまった償いをしなければ、どんなに醜いやけどを笑われようとも、どんなに苦しみ差別を受けようとも、俺はどんどん世の中に出ていこうと思う。俺と同じ苦しみを抱えする人たちに伝えていかなければ。今、怪我や病気で苦しんでる人、あと少しだ。世の中にはこうして理解してくれる人、優しくしてくれる人がたくさんいるんだよ。ひどい怪我をした俺でも愛してくれた人がいるんだ。だから必要のない人間なんて誰一人もいない。あなたの命は世界でたった一つの宝物だよって。あなたは大切な人です。僕の宝物なんです。あなたは大切な人です。誰も代わりなどいないんです。生きることが下手くそで、いつもくよくよ悩んでる。そんなあなたが誰かの心傷
と照らしてる自分を責めないで誰かのせいにしないで今のあなたが大好きだからほら笑ってごらんあなたは大切な人です僕の宝物なんですあなたは大切な人です誰も変わりなどいないThank you.